はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、外交を快適な気持ちにする料理人牧場、トニオさんの開講ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー光一くんですね。ファイアーボム愛と階段を降りたなをつけてます。まあリーダースキルでねが必要だったので光一くんをつけています。そしてですね、メインアタッカーのジジ太郎ですね、ユニークドライブディメンション、そして産物をつけてます。まあ白の強化してるものだったら何でもいいっていう感じですね。そしてエンヤバーですね、もうかばうように俺だったと愛をつけてます。そして育成枠に、ジョセフですね、喧嘩と愛をつけてます。そしてフレンドにはシゲチを迎えてます。ではいきます。本当はね、増援遅延とかね、先制遅延か、増援遅延とかも欲しかったんですが、まあそれほど怖くはないし、ジジ太郎がいるということでね、そこまでダメージは怖くないということで、無駄やね、そういった遅延要因はつけてません。まあ光一くんでね、だいぶ上がってくるのでね、 HP が上がるのでそこまでは心配はないような感じです。ただここで気をつけなきゃいけないのがこれですね、自爆で光一くんが見事に死亡するので、エンヤバーにねかばってもらわないとならないっていう状況になります。さあ階段が降りたなが発動するか、あ、しましたね、よかった。でですね、ちょっと気をつけたいのがですね、ギタリサ先生ですね、アイテム数ディフェンスブーストですね、これがあるのでアイテムをね、全部一応消しておいてからですね、攻撃に移りたい感じですね。そこまでね痛くないんで本当に、まあこれは本当にジジタロのおかげですね。普段だったらあれでもやられちゃう可能性もあるのでね、さすがに半減はすごいですね。さあはい、次で3ラウンドですね。特にねこれといった面白みもないんですかね、もうディメンションさえあれば何でもね、極上クラスは、ほぼノーミスでいけるかなっていう感じですね。そしてですね、増援遅延でいた場合ですね、カウントリミットがワムーですね、4以上になると自身の行動カウントを0にして行動するとあるので、もしムラリオや、ロハンですね入れてた場合にはここでファイアーボムとかしてしまうとカウントリミットになるんで、カウントに気をつけておいてください。まあ階段つけてる人の方が少ないとは思うんでね、まずそんな状況になることはないとは思うんですけどね。まあ私の場合今回連れてきてないっていうのもあるので、たまにね、連れて行った場合におっと間違ったっていうことはありますけどね、まあそれでも大惨事にはならないのでね、いいかなっていう感じです。はい、走行しているうちに
ボスがやってまいりました。ここももうディメンションだけですね。本当にそして最後の増援、もうディメンションが手に入ってからはもうこればっかりですね。攻略法としていかがなものかなとは思うんですが、まあ、備忘録としてご覧になっていただけたらなと思います。まあ、今更言うなよっていう感じですからね。はい、ではですね、最後まで見ていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。